イスラエル中央統計局は人口、社会、経済、産業、教育、物理的な社会基盤などイスラエルにおける生活のあらゆる側面に関する統計データを研究、公表するため1949年に設立されたイスラエル政府の行政機関である。イスラエル首相の推薦に従って政府統計専門職長官は任命される。イスラエル中央統計局は エルサレム近隣にあるギバシャウルに本局テルアビブには支局がある。イスラエル政府省庁は政策決定、立案及び開発における追跡をするため、イスラエル中央統計局によって集められたデータを使用している。また、データは学術研究機関と一般に利用可能である。イスラエル中央統計局は他の国々と統計資料の比較を可能にする。 国際的に認められた企画に従っている。現在、国民経済、外国貿易及び国際収支、異なる経済分野の活動、商品及びサービスの価格、人口、世帯規模、雇用、教育、健康、犯罪、行政サービスなどの月次、市販機次、年次ごとにデータを収集している。イスラエル中央統計局は10年ごとに、 住宅の国勢人口調査を行っている。また、定期的に様々なテーマで一度限りの調査を実施している。イスラエル中央統計局の作業は公開統計委員会によって監督されている。データは、イスラエルにおける統計的要約の中で出版物の様々な分野で普及されている。頻繁に更新が行われている統計情報は毎日の報道発表を通じて、 公共的関心をもたらしている。ありがとうございます。